ゲロン・ゲロン、または、ゲロは、紀元前5世紀のゲラ及び、シュ主落祭の選手。ゲロンは、デーノメネスの息子で、ヘロドトスによると祖先は、エーゲ海のテロスから、シケリアに渡ったゲラの建設者の一人であった。親類の一人であるテリネスは、デーメーテールを含む大地の女神を祀る儀式を通じて、ゲラの民族紛争の後に住民を和解させたと、言われた。 このため彼の子孫たちはこれらの女神崇拝の神職を継承しており、ゲロンもこの宗教の神官であったと思われる。彼の兄弟にはヒエロン一世、トラシュブロス及びポリゼロスがいる。デーのメネスは彼の子息たちの運命に関する信託を問うたことがあったが、ゲロン、ヒエロン、トラシュブロスは選手になる運命であると告げられた。ゲロンは シケリアの他の都市の選手たちと何度も戦い、恐るべき戦士であるとの評判を得た。彼の能力は抜きん出ていたため、選手、ヒポクラテスの騎兵部隊の司令官となった。司令官としても、後に彼自身が征服することになるシュラクサ祭との戦闘を含むいくつもの戦いで重要な役割を果たした。しかし、ゲロンが権力を拡大させたのは、 ヒポクラテスがシケリア先住民であるシケル人との戦いで戦死した後であった。ヒポクラテスの死後、彼の息子がその後継者となったが、ゲラの市民はこの一族の支配に不満を感じており、これに反乱した。ゲロンはヒポクラテスの子息たちを支えることを口実に、この反乱を打ちに圧した。その後、彼は軍隊を使って自身の権力を確立した。 ヒッポクラテスが占領した領土を引き継ぎ、東はゲラ、ナクソス、北東はザンクル、南はカマリナまでの選手となった。ゲロンは、その後、5年間はゲラ及び他の都市を選手として平和に治めた。紀元前485年、ガモリと呼ばれる、シュラクサイの貴族たちが、シュラクサイの一般市民から追放され、援助を求めてゲロンのところに来た。 これを領土拡大の機会と捉えたゲロンは大軍を主落祭に送り、ほとんど、または全く抵抗を受けずに、これを占領し、ガモリを主落祭に復帰させた。紀元前485年、ゲロンはついに主落祭の戦士となり、ゲラには弟のヒエロンを残した。ヘロドトスによれば、彼はゲラ市民の半数を主落祭に移住させ、加えてカマリナの全貴族を追放した。 ゲロンは続いて、近隣のエウボエアとメガラヒュブラヤを征服し、貴族を追放して、他の住民は奴隷とした。ヘロドトスによると、ゲロンは高貴な家庭に生まれ、貴族階級に囲まれて育ったため、仮想階級の人間を気にかけることはなかった。ゲロンの支配の下シュラクサ祭は繁栄した。シュラクサ祭に壮大な建築物を建てるとともに、傭兵を用いて、 巨大な軍隊を設立した。傭兵の多くは、先住民のシケル人で、いくらは、ギリシア本土から雇われ、総兵力は一万に達した。これら傭兵の多くはかつて、ゲロンと戦った経験があったと思われる。これら傭兵には、主략祭の市民権が与えられた、ゲロンは、ゲラ製法のアクラガスの戦士テロンの娘と結婚し、アクラガスと同盟を結んだ。 紀元前481年には、アテナイの施設が訪れ、予想される、クセルクセス一世のペルシア帝国との戦争に対する支援を求めた。ゲロンは、自分がギリシア陸軍、または海軍の司令官に任じられた場合、陸兵に万八千と二百隻を提供すると回答した。しかしどちらの地位も得られなかったため、ギリシア本土に対する兵の派遣も、 補給の提供も拒否した。実際には、ペルシア軍が勝利した場合に備えて、クセルクセスに対する贈り物の準備もしていた。ゲロンがギリシア本土を支援しなかった理由の一つとして、シケリア西部に対するカルタゴの脅威があった。アクラガスのテロンは、ヒメラの選手、テリルスに勝利したが、これによって、シケリアの独立がカルタゴに脅かされることになってしまった。 ヒメラを奪回するためにテリルスはカルタゴに渡って支援を求めた。カルタゴはテリルスの懇願を受け入れた。カルタゴはシケリアにおける影響力と領土拡大を狙っており予想されるペルシアのギリシア侵略は絶好の機会であった。何人かの学者はクセルクセスとカルタゴは連絡を取っており東西から ギリシア本土及びその植民都市を同時に攻撃し、お互いに支援できないようにすることを狙っていたと考えている。いずれにせよ、紀元前480年にカルタゴア・ハミルカルが、率いる30万の兵力をもって、シケリア北岸のパノルムスに上陸し、ヒメラに向かって進んだ。ゲロンは同盟関係にあるテロンの危機を知り、不評5万と、騎兵5000と共にヒメラに向かった。 ゲロンの部隊の一部は近くのセリヌスからの同盟軍を装ってカルタゴ軍や英知に侵入することに成功した。内部に入ると野英知を見下ろす山岳部にいたゲロンの他の部隊に連絡しハミルカルの船に火をつけた。続く戦闘はゲロンとテロンの決定的勝利に終わりカルタゴ軍はハミルカルを含む15万を失った。カルタゴ軍や英知での略奪物と 講和条件として、カルタ語から支払われた2000タレントの賠償金は、ゲロンとその兵及び同盟都市に分配され、また多量の資金が、シュラクサ祭の新しい神殿の建設に使われた。ヘロドトスによると、ゲロンがシュラクサ祭に戻った際に、シュラクサ祭市民との会合を開き、ハミルカルとの戦争で取った行動と戦利品を分配した方法を説明した。ゲロンは、 彼が間違った行動をとった場合は彼を殺し、クサ祭を市民自身が支配して良いと述べた。市民はゲロンを引き続きクサ祭の選手として認め、次の2年間の統治の間は平和が維持された。7年間クサ祭を支配した後、ゲロンは紀元前478年に死去した。クサ祭とその同盟の支配は弟のヒエロンが引き継ぎ10年間その座にあった。 その後、選手の座を誰が引き継ぐかの混乱が起こり、シュラクサ祭同盟は解体した。ゲロンのギリシアに対する、より明確には、シケリアに対する第一の貢献は、シュラクサ祭をその首都都市、西部最大のギリシア都市に変えたことである。シュラクサ祭の立地条件もその役割に最適であった。シュラクサ祭は、オルティージャ島に建設され、シケリア本島の半島と地境でつながっていた。 医オに赤いを隔てた東側には、ギリシア本国があり、良い港を持っていた。ゲロンは、本島のアクラディナ要塞から海にかけて、城壁を築き、修楽祭を難攻不落とした。また、これまで、シケリアでは実施されたことはなかった手法であったが、占領した都市から、裕福な市民を移住させ、修楽祭の富を増やした。ギリシア劇場を建設して、町の文化レベルを上げ、 ヒメラの勝利の後には華麗なアテーナー神殿を建設した。これらはシュラクサ祭の歴史に長い間影響を与えた。後年のローマ帝国やビザンチン帝国にとっても重要な拠点であり続け、現在でもシチリア及びイタリアの歴史において重要な都市である。ゲロンのもう一つの功績はヒメラの戦いでのカルタゴに対する勝利である。戦いの時期。 場所ともに極めて重要であった。もしもハミルカルがゲロンとテローンが率いるシケリアの大軍に勝利していたとすれば、もしそれを望んだ場合には、シケリア全体をカルタゴが征服できたであろうことは、ほとんど疑いない。ペルシアとの戦いのためにギリシア本土から援軍を送ることは、不可能であったであろう。多くの歴史家が信じていることであるが、ペルシアとカルタゴ両軍は連絡を取っており、 ゲロンがヒメラで敗北したならば、ギリシア本土もペルシアとカルタゴに挟み撃ちにされたであろう。その場合は、ギリシア文化は消滅したと思われる。しかし実際には、紀元前480年にハミルカルに勝利したことにより、ゲロンはシケリアをカルタゴの脅威から解放し、次の70年間カルタゴはシケリアに侵攻しなかった。ゲロンはその配下の市民から、 少なくともヒメラの戦いの勝利に対して尊敬を受けていた。彼の死後、公共の資質によって彼の墓と像が作られた。征服した都市の住民を手荒く取り扱ったにも、かかわらず尊敬される選手としての彼の評判は時を経ても残った。彼の死から百五十年後にティモレオンがシケリアに民主制を導入するために過去の選手の記憶をすべて消し去ろうとした際に、 ゲロンの像は残されたことが彼のシケリアに対する大きな影響を物語っている。ありがとうございます。